けたまわりました。クロを倒したルフィたちはカヤの計らいで海賊船ゴーイングメリー号を手に入れた。勇敢な海の戦士を目指すウソップも加わり、麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航する。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう。ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、ドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある、いくらでもある。どうだよ、飯だ。すまん。いいレストランだ、この船をもらう。守り抜くぞ、この船は俺たちのレストランだ。なんだ、何が起きた。ドン・クリーク、風船は切られました。切られた、切られただと。そんなバカな話があるか。暇つぶし。駆けやがって、孫ども、奴に構うな。さっさと海上レストランを乗っ取れ。本当に戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。まあ、あいつら追い払ったら、国をやめていいか。店を壊したことは中止にしてやる。目の前のクソどもを助けるたかがコックと侮るやつは端から下ろしてやるよ。俺も出る。
さと制圧しねえか。続け野郎どもは。相手はたかがチンピラみてえなコックどもだ。舐めてかかって釣りが来る。あの船を乗っ取り、俺は再びグランドラインを目指す。ワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て、海賊王になるのはこの俺だ。何か言ったか小僧、遊びじゃねえんだぞ。当たり前だ。させてやるのがコックだ。だが店をくれてやる筋合いはねえな。貴様は赤足のゼフ。お前があのコックにして船長を務めた無類の海賊、生きていたのか。蹴り技の達人と言われていたが、噂に聞いた海難事故で死には至らずと、その大切な足を失ったと見える。お前はかつてグランドラインに入り無傷で帰った男。その期間丸一年を記録した航海日誌を俺によこせ。力は十分にあった。ただ一つ足りなかったのは情報。航海日誌はもらう。この船も覚悟しておけ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。まだ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。行くぜ。
か。こんなに遠いはずはねえ。俺には通じん。なんだ、全く聞いてねえのか。あいつが艦隊をたった一人で潰した男か。普通の人間と変わらねえぞ。特別な武器を持ってるわけでもなさそうだ。武器なら持ってるじゃねえか。あんな優しい剣は見たことがねえ。そんな、まさか。じゃあ、あの刀一本で大反戦をぶった切ったのでも。あの目の男は俺が目指す世界一の大剣豪。やつがない、やつを倒すために俺は海に出た。哀れない弱き者よ。小僧、名乗ってみよ。ヨロノアキゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。サントリュー奥義三千世界。負けた。叶わねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。ドロー。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ロロノア。
俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さしてこの剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ。ドロノア。ゾロ。ルフィ。聞こえるか。ああ。不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいになられた。困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。もう帰るか海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいもんだ、お前たちとは。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。決めるのさ。
なりゃ俺の出番か。何か仕掛けてくる。その前に潰してやる。What?
のだよ。この俺が最強であることを証明してやる。勝負の果てに笑うのは全て俺だと決まってる。行儀は悪いな。踊るな。キャノン。帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ、おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんなクソジジイ。てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、チビナス。クソ。このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ。連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おいサンジ、風邪ひくなよ。上等だ。